皆さんこんにちは、サッキーチャンネルのサンです。今日からですね、ポケモンの新しいシーズンが始まりましたので、早速今日もランクマッチやっていきたいと思います。今日もですね、僕の大好きな初代ポケモンたちを使ってランクマッチに行きたいと思います。さあ早速ですね、選出していきましょう。さあ、ウーラオス、サンダー、タマケロ、ゲ、ヒヒダルマ、ランドロス、ザシアンですね。そうですね。初手は、ダグトリオ、ダグトリオ、サンダー、ダグトリオ、サンダー、ミュウツーで行きましょう。さあ、ですね、そう、まずは対戦相手のリムルさん、対戦よろしくお願いします。今日からですね、新シーズンが始まったんですけども、前期のランクはですね、やっぱり5桁ということで、今回はですね、4桁か3桁を、狙いに行きたいなと思っております。ぜひね、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ワイツさん、サンダーを引っ込めてウーラオスですね。ウーラオスが来ますということで、はい、でのウーラオスは一撃の方ですね。ここはよし、あ、スパイス勝ってるんですね。そうかそうか。ここはお相手さん多分ね、水打ちかな、水打ちを打ってくるか、持ち物が、あれだったら、ここはサンダーに引きたいところですね。いや、ここは、ダグトリを引きましょう。さあ、封じですね、引けたか。はい。倒されていく。ここは、ウーラオス、ミュウツー起点にさせていただきましょう。ダイジェットで素早さを上げることによって、相手の伝説枠のザシアンよりね、素早くなることができるので、ここはダイジェットで行きます。やっぱりかっこいいですね、ミュウツーのダイマックスは。やっぱり、僕がほんと初めてポケモンやったのが小学校の頃なんですけど、やっぱりその時のミュウとミュウツーのかっこよさと言ったら、本当にすごかったです。僕です、ミュウを、確か当時、車屋さんに行って、親と車屋さんに行ったんですけども、その時に、その車屋さんに行ったらミュウがもらえるっていうイベントをやってて、僕そこに参加させていただいて、ミュウをゲットしたんですよ。ただですね、そのミュウをやっぱり、同級生とかに自慢したくて、で、ちょっと図鑑埋めたいからミュウちょうだいって言われたりよくしてたんですよ。で、ミュウを、あ、わかったよ、じゃあ、あげるよって言って、当時ですね、通信ケーブルっていうのを、本体と本体をケーブルで繋いで、そこをポケモンが通って交換されていくっていう、ものがあったんですけども、そこで、ある友達にミュウを交換した時に、そのバグで、その通信ケーブルの中に、僕のミュウが、
入り込んだというか、バグでその通信テーブルに詰まっちゃって、そこからもう取り出せなくなってしまったっていう、本当に悲しい事件がありましたね。本当に当時ですね、今でも覚えてるんですけど、引き悔やみきれなかったですね。うおーってなってたのが、今でも覚えてますね。僕の思い出はそれですね。ポケモンの初代の思い出、一番強い思い出っていうのは。ではですね、ワイトさん、サンダーを出してきました。で、大ウォールして、そうですね。ここは、サイコショックで行きましょう。硬いですね。これで相手のダイマックスターンをかわせれたので、で、僕のラス位置もサンダーなんですけども、本当に相手の型次第ですね。相手、物理とかな気もするんですけども、はい、ここでダイマックスが終わります。止め休みで HP 管理をしていく。これは TOD もあるな。これで回電波で相手の、特攻がグッと下げていきましょう。とりあえずここは放電で麻痺を狙いたいところですね。身代わりサンダー、まず回電波がないかな。これはそうですね、消えますね。はい、回復しますと。まひれ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 、これでまひれば、まひれ、いやー効かない。これは長期戦になる予感がしてきますね。この休みの回復ですね。これはおそらく相手さんの TOD をちょっと視野に入れてるんじゃないですかね。はい、ゲージを外していく。ね、ここは。
ことですね。どんどんか。どんどんしていく。私たちの声ですね。ん？割れない。どんどん。よし、こなした。ここで相手は自称うん、かわしていく。ここで当たれば、混乱自称引けば僕の勝ちですね。自称自称自称、よっしゃー、勝ちました。ふぅ、まあ、完全に運勝ちではないでしょうか。はい、対戦相手のリムルさん、対戦ありがとうございました。またねー、バイバーイ。